横須賀目線。お米の値段が高くなってきている。そうなんです、はい、ちょっとここからですね、私たち日本人の心に迫ってみたいと思うんですけれどもお米ちょっと高い、うん、それなんだろうというところなんです。原因こちら不作の原因なんですけど、去年の記録的猛暑が影響してるんですけれども、やはりね、日本はやっぱり歴史が長い分、うん、とてもですね奥深い、うん、で時の政策によっても左右されていくんですけれども、やはりねピンチなんだけど、うん、チャンスでもあるということで、これ皇室の伝統行事にもですね、こう稲作ってなってますよね。そこでこちら、日本の心、お米の現状に迫ります。で今回なんですけど、お米の量に関してなんですけれども、うん、言われてるのはこちらですね、いわゆる令和の米騒動にはなりませんよ、うん、これ令和の米騒動なんですが、はい、平成の米騒動がありましたよね、うん、これはあの本当に前の年のですね、まあ、冷たい夏ですね、冷夏と、それから梅雨が長かった、まあ、日照不足によって起きた現象でした。この時はまあ在庫も少なくて、うん、本当にね子供ながら覚えてたんですけど、うん、全然売ってないんですよ、うん、そのいわゆる令和のあの時みたいな米騒動、令和の米騒動は今回ならないということなんですけれども、うん、その要因はこちらですね、はい、要は秋田とか新潟など一部の米どころでは猛暑の影響などで不作ですよ。この青いところがやや不良とされている地域です。ただ日本全国今米どころが多いですので、あの、まあ、良好な地域が多くて、おそらく新米が入ってくるですね、来月それから8月9月以降はお米の量というのは復活してくるだろうということです。なので需給が逼迫している状況ではない、お米の値段もそれに伴って下がってくれたらいいんですが、そこはまたね、いろんな物価高のいろんなバランスとの兼ね合いもあって値段が下がるというのはちょっとまだわからないんですけれども、ご指摘あったように、もっと深刻な問題がこの一人当たりのお米の消費量というのがこんなにも下がってるんですよね。15年間で2割減ってしまっている。でこれちょっとですね心配なんですけど、高齢者の米離れが進んでるんです。でお米って調理するのに一手間二手間かかりますよね。なので調理パンでご飯を済ませるっていう方が増えてきてる。もちろん小麦粉を使ったものがぐんと増えてる分、お米の消費量が落ちてるってこともあるんですけど、高齢者の方も米離れが進んでますよと。でお米は太るイメージ増えてます。これ実は小麦粉も同じなんですよね。でごめんなさい、私ちょっと収穫量の方ですね、15年間で消費量じゃなくて収穫量も15年間で2割下がってしまってるということなんですよね。この、ね、日本のこちらお米ピカイチだよと、これ取材で私言われたことがあるんです、うん、で言ってくださっているのは海外の方たちなんですよ、うん、でこの日本のお米欲しいって言って、うん、つまり日本は輸出でも全然戦略的に価値にいけるんですね、うん、じゃあどういう状況なのか見ていきたいと思うんです、うん、中国の方もね、はい、実は言ってくれてるんです。で中国はお米の消費量世界一、うん、でもこれ外交問題などもあっていろんな壁があります。まずはこの日本国内でやらなきゃいけないことなんですけど、中国政府が認可した施設で精米しないといけない、うん、それからあのこうやってね害虫を殺すような、うん、きれいにしなきゃいけない、うん、でこれ中国がやはり食にうるさいってこともあってこういう作業を経て輸出しなきゃいけないんですけれども、これやっぱりしてしまうとお米の鮮度が落ちますよということと、まだ日本の一部の地域から中国への輸出って中国がダメって言ってるんで輸出もできない、つまり外交カードにも使われてしまっていて、一般の人は日本のお米おいしいのにと思いながらも、まあ、政治絡みの問題があるということになります。さらに東南アジアもお米料理ですね多いで、富裕層なんですけれども日本のですねお米がいいと言ってくださる方たくさんいるんですけれども、まだまだ向こうのメインってこう調理したものなんですよね。炒めたお米を使ってタイ米なども使って、まあ、美味しいご飯を向こうは調理して作るので、この炒めたり米粉にしたりしますと。だから日本米の需要は今のところ少ないんですと。ただ富裕層中心にちょっと光は見えるよなっていうところはあります、うんうん、でチャンスはですね今あの国ということでこちらです、うん、アメリカ、はい、まあ、日本食ブームっていうこともあるんですけれども、うん、ここはカリフォルニア米と
との戦いなんですね、うん、で今ねこう気候変動こっちも影響を受けてましてカリフォルニア米不作なんですよ、うん、で物価高もあって以前は日本米ってすっごい高いっていうイメージだったんですが今競合し始めていますとだからうまく戦略を立てれば日本米も売れますよということなんですよね、うんうん、だけど課題もあるんですよね、はい、で中でもですね人気なのが、うん、こちら私何こちらですあパック米、うん、パック米すごい人気で、はい、実はこれあの農産品日本の農産品を売り込むイベントに取材に行った時なんですけれども、うん、一番こうたくさんいろんなブースがあって牛肉とかも人気ですし、うん、卵とかも人気なんです、うん、でもすごく海外の方ね注目していたのはこのパック米だったんですね、うん、なぜかというともう手軽にチンして美味しいご飯が食べられるから、うん、ということなんですでこのパックご飯の輸出実績増えてるんです、うん、なのでピカイチって言ってくれさる理由は、うん、このパックご飯の輸出もあるからなんですね、うん、ただ言うてもまだ10億円なんですよ、うん、これまだまだ伸びそうですねそうもっと拡大していきたいんですけれども、うんはい、こちらです何せいやいやかゆいところに手が届いてないんですよ、なんでもう手軽なのにでしょ、うんはい、なぜかっていうとこちらなんです英語で表記されている商品が少なくて米文化がない国はなかなか興味は示しても受け入れられないですよということで確かにこれ日本語ではね親切に書いてくれてるんですよ調理方法が英語表記なんかすぐできそうですよね日本ってきめ細やかなサービスで有名なのにあここ海外ところに手が届いてなかったんやってことなんですけど今こんなかゆいところに手が届き始めていますこちらですアイリス大山さん、アメリカで、ね、今年1月販売開始しました。これ全部英語表記、ようやく出てきました。それから注目、タイで販売開始したんですね、3月に。で、これなぜかって言ったら、日本食ブームや健康志向だけじゃなくて、タイでも女性の就業率が上がってきていて、時短目的での需要がありますと。で、このパックご飯の製造ラインを増設予定だということなんですが、タイだけじゃないですよねこの傾向って、うんね、東南アジア全体に広がっていくんで、うん、もうちょっと表記変えるだけで、うん、すごく大きなマーケットになっていくと、うん、痒いところに手が届く戦略をとお願いしたいです、うんはい、ご覧いただきありがとうございましたチャンネル登録もぜひお願いします月曜から金曜の夕方は関西情報ネット10をよろしくお願いします。